からそんなんです。ここまでひどいのは、まあ、昨日ぐらい息が苦しそうだなと思ったのは12日に思ったんですけど、冷たいからな。そう、あの体温が下がったなって思ったのが12日ぐらいの時に、139、この数日ちょっと体温低いな、おかしいなって思って、その日ぐらいから、うん、お腹も濡れてておしっこ臭いことが増えて、ただその日ご飯とかは食べてて、その日はだんだん16食べてて、でそこ糞も33個出てたんで、うんうん、ご飯も食べて糞も出てるから、ちょっと調子悪そうとはいえ食べてるなと思ってて、でその日の安静時刻吸収は6秒で4回だったんで1分で40ぐらい、とはいえ呼吸は大きい感じで、あとどこからさインキュベーターの温度をかけて34ぐらい、よいしょ、ちょっと詳しいこと後で聞きますね、はい、でもうちょっと温めます、はい、危ない、これ冷たいもん、こうやって横たわっちゃったのが今朝ぐらいから、昨日横たわって寝るときに丸まらないなと思ったのが昨日ぐらい、昨日の朝、夜、昨日は、いや、本当に入れといてね、ちょっと危ないよ、こんな呼吸した、薬は、まあ、AC を1日3回で、最後、今日は今日はまだやってない、今日はまだやってない、はい、薬も切れてる、今日まで、はい、持ってきてないですよね、はい、オッケー、ちょっと永田さん、もういいわ、もういい、冷たい、もうちょっと、このまま酸素、もうケースでもこの段階で火に作ったやつ、昨日作ったやつで 5g 減ってきました、昨日作ったやつはもう段階ですよね、はい、酸素入れてるもん、